柳さん、第2弾なんですよ。うん、あの、柳さんに緊急登場されていただいた前回の動画の中で、まあ、先進窓リノベ、子供エコ、ついに、まあ、 5月1日以降は絶対、今ももう4月の時点で7日だったですかね、そのもらえない場合の可能性が出てきたので、サインをしてくださいと。もらえなかったらもう、あの、文句言いませんっていうサイン、もしくは、えー、高校こ,こういうケースの場合は、えー、えー、小胸が負担えー、それはちょっとおかしいと思うんですが、そういったそのもらえなかった時の費用分担について、先進的間取りのべ、子供エコ、それぞれもう実質、これが書類として必要になってきているんですけれども、まあ、ここに来て、 この数日、この前一週間ぐらい前だったんですけど、この数日でも、この申し込みの数字が変わってきてますよね。えっ、ー、と、20日の時点で21%ぐらいだった子供エコー。これ、今日25日ですけど、今数字、最新見られたんですよね。はい、今日の朝確認して、やっぱもう25%ですね。そこまでいっても4分の1いきましたね。ということは、もうこのまま1日1%ずつ伸びていってますから、 ある程度計算できますよね。っていうことは25っていうことは75日。っていうことはあと2ヶ月ちょっと。でも最後伸び率変わりますよね。これもね。そうですね。最後もう駆け込みっていうやっぱ言葉がある通り、一気にはい。 伸びていくんじゃないでしょうかね。予約申請もあるから、先のところも、えー、実際に終わった人と、先の人と、ぐわーっと伸びてきますので、実質、実質、あとどれぐらいなのかなっていうぐらいのところまでもう来てしまった。じゃあ、さらにこれ、子供以降25なんですけど、先進まどりのべは多分、まだ21ぐらいですかいや、先進まどりの部はまだ10ちょっとじゃないですか。 あれ少ないじゃないのって言うんですよね。つまり、えー、11%とか、それぐらいになってて、あれって思うんですけど、違うんですよ。これ、からくりがあって、実際もうみんな、世の中の方の、その注文はメーカーに入って、作るのが間に合ってないだけ。つまり、今からの作る人、今からオーダー入れる人は間に合わなくなってくるんですよ。後ろになるじゃないですか。作って、先の注文の方が先ですから。たまにこれを、工務店の力で、って。 公務店さんによる、あの、山さんのオフ会の時にこんな声があったんです。今、あの、窓をえメーカーのショールームとかメーカーの人に相談して、どうですかって聞いたら、いや、もう難しいと思います最新情報。いやー、どうでしょうね。公務店さんの力による、えー、そうなのじゃあ、混ぜのお願いするって言ってたんですけど、公務店さんの力で納期とか、今こんな状態で、山さん変わります あの職人を早く回せるとかそういう話ではないんでやっぱメーカーさんの商品っていうのはなかなかその工務店の力であの左右できるものじゃないんでもうこれは本当に発注した順っていうのがもう原則ですんでねなかなかその工務店さんの力でっていうのはねちょっとうんと思いますよね。 でそれをね、メーカーの人間がなぜ言ってるかっていうことなんですけど、多分ね、ここはもしかすると知らないから、なんか工務店の力でいけると思ってるのかもしれません。まあでもそうじゃないですよね。実際のところはお客さん来たときに、例えばショールームで、ね、例えばリクシルだ、YKK やってやってるときいや、もうもう無理ですよ。やめた方がいいですよ。帰ってください。なんてや、柳さん言いませんよね。言わないですね。 どうでしょうねーって言って、もう、先進窓リノベの補助金が出ることに、先進窓リノベ。要は、そういった断熱窓のリフォームをやってほしいっていうメーカーの意図があるわけですから、あなたを、え、変に、 えー、背中を押さない方向じゃなくって、後で言われたき、まあ、こんな力によるかもしれませんって言,言っていると思った方がいいです。じゃないと、そういった面を鵜呑みにすると危険危険、めっちゃ危険ということで、今最近でもですよ、まだ未だに、この、えー、先進窓リノりの子供エコ、さあ今年もらえるぞって煽ってる方もいらっしゃるんですけど、それ、これも柳さん危険ですよね。 そうですね。もう、あのー、全国の発注状況とかから行くと、本当にもう危ういんじゃないかって、もうダメだろうなって、本当それぐらいなんで、今はそういうふうに、今なら間に合います、できますなんていう断言してるところは、逆にちょっと怪しいですよね。 なんでそれをしてるのかなって。これもうがった見方。一つには本当に情報を知らないのかもしれません。でも情報を知らないってことはちょっとないと思うんですね。子供エコーって登録制になってるので、登録してるってことはアンテナ高くは普通にやっている。で、まだ何の登録もしてない乗車さんだったら、そもそも子供エコーとか先進窓やらないつもりだから、じゃあそうすると、その人を、 からすると、アンテナが低すぎて知らない。でも、そんなことまずありえないんですよね。今、それを言うっていうことは、知ってて、登録業者、登録業者だったら今もうみんな日々日々見て、わあやばいと思っているのに、それを、いや、大丈夫ですよ。OK ですよ。あ、行きましょう行きましょうってやってるんだ。多分ね、今、サインになったから、サインでもらえなかった時に、青木屋さんごめんなさい。半分はもうもらってもらえないとしょうがないですねっていう、この方針で行きましょうって言ってるとしか思えないんですけど、柳田さんこの辺いかがですか そうですね。あの、ダメだったらお客さんの負担になるんだから、まあ、とりあえずい回かぐらいの、そういう気持ちがあるのかもしれないですね。そうですね。だから、今、工務店がやるべき、本当の親切なスタンスは、千万の補助金は受付しました。断熱窓はできるので、もしこのタイミングでやりたいということであれば、それは受けられますし、もちろんサインだけいただければ、補助金もしかすると、いける可能性がゼロではないので、もしできなかったときは、そちらをご負担いただきますっていう形が、 誠意ある形で、なんかこう、その辺をオブラートにくくるみながらですね、行きましょう。いや、行けるかもしれませんしね、みたいなことを言ったりするのは、いや、ほぼ無理だと思いますっていう。なんだったらもう多分世の中に、えー、発注出てる分は、おそらく出回ってますから。で、国も絶対分かってるんですよ。国が分かってない。国とメーカーが情報交換、矢部さんしてないことなんてありえないんですよね。ありえないです。つまり、この、えー、っと、4月の7日でしたか、えー、一番最初に情報出たっていうことは、 国は聞いてます、メーカーに。今の発注量でどうなってますいつ終わりますかって言われた時に、今もう、もういっぱいですっつって、これやばいな、どうしようと思って、急遽出たのが、そのサインをもらってください。っていうやつなんですよ。で、このまんま行くと、もうオーダーの注文メーカーを受けている形でもう、4月時点でもういっぱいな状態。でも今すぐサインもらえなんてって無理だから、5月1日にしよう。でも今の時点でルール、今日からもう即日変更します。 柳井さん、これ、ちょっと前までの状態だったら我々ちょっと理解できなかったんですけど、今この時点になって2週間前に振り返れば、もうあの時点で国は全部市中に回っているオーダーはメーカーとある程度もう見えてたなって思いませんはい。もうその時点で国は分かってたんだなっていうのがよく分かります。今になったら分かりますよね。あの時分かんなかった。だから今これ緊急、えー、柳井さんとちょっと出てもらってお話なんですつまりそれはもちろんね、今注文して、えー、物も、えー、実際に不備もあるかもしれないし、もしくは、 えー、申請漏れするかもしれないから、まだ残ってるパーセンテージがどうい風ううに進むかは、それは神様じゃないから分からないんですよ。でも、ただ見込みってできるわけじゃない。見込みだともう世の中に支柱に回ってるし、先進波動がダメだったら子供エコの0円は嫌だよ。だったら、 子供エコに行こうっつって、先進窓で積み上がった分が子供エコにドーンと行って、本来キッチンとか、そのレンジフード、食洗機のところで、個別に予算あるわけじゃないから、こっちの先進窓リノベが子供エコを食っちゃうっていう。これ、柳さん、あの、ちで、山田さん、えー、とも話してたんですけど、そっちに流れていくってコメントにもどんどん入ってるんですけど、この辺の見立ていかがですか あると思います、はい、もちろんそっちがなくなるんだったら今度こっちに特にそあのどもエコの方はあは新築リフォームすべて含みですから一気に今度がさっとそっちの方に流れていくと思いますねだから見込みですよ見込みだと、まあ、当初柳さんと8月お盆開けるとこまで持つのかなって言ったのが最近はもう7月中でそれもね日に日に変わっていくんですよこれ7月中って思ってはいたけど7月中もどの辺りなんで松なのか中旬なのかこれも見えない。もっとと言うと 今度は上がり方が急激に上がっていきます、この後。この後、先進窓、今大したことないんですけど、急激に日々,日々上がっていくので、山さんのチャンネルのところで日々日々こういった情報を、えー、発信していきますけれども、そういった面で行くとですよ、あの、おそらくですが、えー、先進窓がなくなった時点で子供エコがギュンって伸びるって。山さん、この辺ですよね。これからの見たて。はい。それがある一定の特定の時期になると、本当にギュンと伸びると思います。 はい。ということで、こういう感じで行くんじゃなくて、こっから、こ、こ、こってなるっていうふうに見といた方がいいんではないかなと思います。で、よくある質問、5月中はダメですかと5月中は全然大丈夫だと思います。いやな、5月は大丈夫ですね、さすがにね。5月中。五月中。月ぐらいにから考え始める人はちょっと危ないかもしれないですね。いや、えー、5月中の、えっ、ー、と、観光。 看護はい、五月の看護はもう大丈夫です。はい、それは間違いない。五月に括弧、はい、えー、予約申請できる五月っていう形で、は大丈夫ですね。はい、そのしもうあまりにも煽りすぎて怖がってる人からそんな内容も来るその方大丈夫なんで今いう七月中になくなるから、うん、だから七月のところにチ こうできてたらいいんだけどなっていう感じが今のところ。これもね、わかんないんですよ。どんだけみんなが早く前倒しして着工し出すのか。で、この情報を知ってる人、YouTube 見てる人は知ってるけど、知らない人もやっぱりいるわけじゃないですか。どれぐらいの、えー、切羽詰まってるか。だからぜひこの動画見てる方は、今の柳さんの、あの、見立ても、えー、山さん日々日々、他のコムテンさんも出てもらって、こういった情報を発信してますので、ぜひチェックしておいていただければと思います。ということで、えー、素敵なリフォーム、ぜひ間に合いたいと思います。せーの、必ず、 できる,できるまた最新情報お伝えしていきます。